口どんどん悪口言ってた。あ、へへへ、こんな感じ。あ、へへへ、違う違う、あ、みんなもなんかない方、音楽だけは音楽聞こえるようにって感じ。うん、そう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 、はい、はい、あれ大丈夫、はい、ユーストリーム、そして、YouTube、お聞きの皆さん、ご覧の皆さん、こんにちは。今日も、これからやさやさアンテナスタートいたしますが、こちらの方著作権法の関係で、音楽の方が入りません。ですから、ずっとこうオンにしてありますので、逆に普段聞けない話が聞けたり意外とするかもしれませんので、そこら辺もお楽しみにということです。今日はねゴールデンウィークの初日でございますが、ゲストさんも今日ダブルキャストということでいらっしゃるんで楽しみにしていただきたいと思います。それではまもなく始まります。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は4月の29日、金曜日、再放送が明日4月の30日土曜日の15時からということで、まずは気になる、週末のお天気。あれ、さやみんさんじゃない、違うよ、みなみちゃん。はい、お願いします。はい、沖縄本島地方、今日29日は最高気温が24度、最低気温18度の晴れ、はい、降水確率 10%、はい、明日30日、本島地方最高24度、最低18度、はい、晴れ、降水確率 10%、はい、5月1日、はい、本島地方最高気温27度、はい、最低21度、はい、曇り時々晴れ、はい、降水確率 10%、はい、ゴールデンウィーク前半はいいお天気、はい、後半のお天気は下り坂となります。はい、ということで、すいません、実は番組の相方をしていたさやみんさん、昨日、夜中の3時55分にもう体調崩したと。でこのままだと厳しいということで、一応なんか降板をされるということだったんで、今日は急遽朝7時に電話をしまして、いつもの飲み仲間のみなみちゃん、はい、新潟県出身でこっちに来て、起きなくて何年よ。もう10年ぐらいですね。10年ぐらいだから、もう沖縄で飲み歩いてる、イベント行きまくってるからね、はい、ちょうどゴールデンウィーク前にちょうどいいということで、普段はね、はい、コールセンターの方にいるのかな。そうです、そうだけど今日はお休みだったんで、はい、偶然来れました。はい、もうでも朝から1本もうビール飲んでます。はい、すごい、飲まないとやってらんないってことでね。はい、ね、それで一応今日からゴールデンウィークということで、最大で10連休って言ってますが、一般のこれ社会人の人って2日の日とあと6日の日結局出なきゃいけないんですよね、会社やってるから。だから結局前半と後半に分かれてっていうことで、連休になる方なかなか皆さん勇気が有給出す気持ちの方が少ないみたいで、ね、でも沖縄の場合は観光立県なんで、この時が稼ぎ時ということで、今日は稼ぎ時のお二方にも来ていただいているということです。はい、はい、私それで、そうだ、先に謝らなきゃいけないですね、はい、先週私あれなんですよ、インフルエンザで休んじゃったんです。はい、2回目の、はい、1回だから絶対大丈夫だと思って病院行って、なんかここで先週収録してて、なんか具合悪いなと思って病院に行って、それでまあインフラ受けてますから大丈夫ですからったんですが、でも隔離されたんですよ。でおかしいと思ったら、型が A と B が違うから両方なるよということで、今まだこの季節でもまだインフルエンザ流行ってるそうで、実はそこの院長先生もインフルエンザでお休みということで、まだ流行ってるそうですよ。ですから皆さん油断しないでくださいね。皆様にはご迷惑をおかけいたしました。はい、はい、それでね、多分ね、サイミンさん先週はこれで、パニックになってしまって、そこから心の病がちょっと発生したのかなという形で、皆さんにも大変ご迷惑をおかけしております。はい、はい、ということで、はい、株式会社青葉沖縄島内茶オムリンことオムラ慎一郎と、はい、新潟の南って言っても沖縄に住んでますからね。はい、もう飲んでるからいいですね。なんかすごく気分良さそうに喋ってます。はい、お聞き苦しい点もあろうかと思いますが、55分間最後までお付き合いいただきたいと思います。今日のですね、やさやさアンテナの番組内容なんですが、オープニングの後 CM を挟んで、今週の気になる記事ちょこっとだけやります。何の日はする時間ないな、多分。で曲を挟んで、先に今日ですね、ダブルゲストなんですよ。はい、それで、両方ともゴールデンウィークの告知ということで、まず最初の方、東南植物
楽園さん、そしてゴーゴーゴールデンウィークということでイベントあるんですよね。はい、はい、ということで、今日は、島袋さんですね、はい、マーケティング部ということで来ていただきました。こんにちは。はい、こんにちは、ね、こちらの方もお楽しみにということで、それで間にイベント情報を挟んで後半にもうすみません、この番組ではもう結構有名ですはい、知念さんね、こちら、今度は3日から、子どもフェスティバルアドベンチャーワールドということで北谷ドームで行われるイベントの告知ということで、はい、後半になりますが、ぜひね、お二方ともプレゼントも持ってきてますので、しっかり抑えるところは抑えるということで、よろしくお願いいたします。この番組はですね、オープニング、フリーペーパー沖縄ガイドブックやさって言ってますが、これあまりですね、沖縄在住の方には知られていないと思うんですが、こちらの方なんですが、夏は沖縄観光の 70% を占めますレンタカーのお客様にも確実と言っていいほどに渡っているこのフリーペーパーなんですね。それで、ようやく、沖縄全島全部に配り終わりましたんで、もう多分どこに行っても大気味にもある。昨日、私は、あそこ何だったか浜比嘉島も置いてきました。結構皆さん、でも東南さんも置いてありましたよ、はい、あちこち営業行ってますよねありがとうございます。はい、そうですよ、結構あれ配るの大変ですよねはい、ということで、もうあちこち行って僕も勉強になりました。はい、一応皆様ぜひどうもですね、このうちどこにあるかということで、じゃあちょっと途中を省略して、はい、じゃあみなみちゃん、はい、これ置いてある場所ちょっとね、滑舌の練習のためにちょっと、はい、読んでみてください。はい、行きます。北谷町ですと、ビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、またスタジオ近くカーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階で受け取れます。那覇空港では、はい、コンベンションビューローカウンター、はい、旅行総合案内所、はい、LCC ターミナル売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、はい、沖縄本島全域のホテル、はい、あと道の駅などで手に入れられます。はい、朝頼んだ割にはよくできました。普通喋れないです。イエイ、乗ってますね、やばいで、ね、ビールが効いてますね、申し訳ないです。はい、ということで、はい、沖縄観光情報、オメリンとみなみんの、はい、やさやさアンテナということで、この番組をなんで聞いてるかというと、皆さんもこれ聞いてる方そうなんですが、サイマルラジ、普通のラジオでも聞けますけど、エリアがありますから、サイマルラジオって言って FM テイという、聞くって書いてテイって言うんですが、それ以外にもリスラジっていうので、これ全国でお聞きいただけます。また動画配信ということで、ユーストリームというので、この番組、FM 時代のホームページから入るとすぐ見ることができます。これ終わった後も見ることができます。また YouTube は番組が終わった後にアップしておきますので、こちらの方も今日なんだ、どんな内容だったんだろうなっていう復習で、中身を聞きたい方はぜひともまたこちらの方もご覧になっていただきたいと思います。あと私どもの方ですね、もうブログの方で細かくまた番組の内容、今日はどうでしたどうでしたっていうのは私随時入れておりますので、そちらの方も皆さんご覧になっていただきたいと思います。今日は多分、今日ダブルゲストということだったんで、中身それぞれしっかりちゃんと掲載中身もしておきますので、こちらも皆さんもご確認いただきたいと思います。はい、ということで、ぜひとも、このゴールデンウィークですが、この番組最後までお聞きいただきたいと思います。だから、ね、よく聞いたら、この時間って何、 FM 沖縄で何、ハッピーアイランドとかやってんのね、もしかして。そうですね。あ、はい、だからそっちで、そうかそうか、だから聞いてる人少ないのかな、これ。そうでもないですけど、再放送の時間だってなんかいろいろまだやってるみたいで、3時っていうと結構、まあここら辺ね、結構でもラジオね、これ車をね、車に乗りながら聞いてる方とか、あと結構全国的にもね、聞いていただいてる方、お休み中ですがね、いらっしゃると思いますので、ぜひメールの方もですね、今日目の前私いますので、お読みしたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、もう早速1個来てますね。おむりさん、みなみさん、こんにちは。もう多分誰がゲストだか分かんないから後ろついてないんですね、ごめんなさい。ゴールデンウィークいよいよ始まります。ゴールデンウィークは那覇ハーリーもあり、さまざまなところでイベントが行われますね。いい天気であってほしいです。今日は皆さんがいい一日でありますように。ラジオネーム、テーツ師匠さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日ね、はい、たくさん、ラジオの方のこれリクエストの方も、ね、こちらをお読みしたいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。はい、ではさ、まだ読んでないよね、沖縄観光情報番組、オメリンと南のやさやさアンテナ。この番組は沖縄料理チヌマン、チヌマン別邸、女サンセットモール、うまいもんや久兵衛、漁業マン、海の幸昔々でおなじみチヌマングループ、沖縄フードディスカウントサービス、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、 ABC 旅行センター、
日本そばダイニング上昇釜でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブック屋さんを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで CM です。ハンビーリゾートに燃えてるんですか。はい大丈夫ですよ一応それはこの前言ってますちゃんと。だから1回ラジオ出なさいっつってんだけど本人出ないって。ああなるね、なるみ美咲さんでもね、うん、妹さんでもいいのにね。そうですね、ね、今もう忙しいから、はい、今度暇な時ぜひ来るように言ってください。わかりました。むちゃくちゃ美人の姉妹よね。かわいいですよね。かわいいです。あ、かわいいです。なんかそこってもう生まれたとこから知ってるから。ああもう別に顔慣れてんのね。はい、はい、それではですね、今週の気になる記事ということでいつも、これ長々と読んでるんですが今日はちょっとピックアップしていくつかだけ、出したいと思います。実は今日の、0時から、ピーチって乗ったことありますか LCC 乗ったことない、ないね、乗ったことないですか。ピーチってあります。はい、あの貨物ターミナルから出るんですけども、うん、紫の紫、そうですそうですそうですあれで一応ゴールデンウィークの時皆さん多分暇な方もいると思って今申し込むと夏が安くなりますよっていうセールを頭いいですねはい始めてます。それで今回のおすすめは大阪石垣線で運賃は3490円からということでね、一応販売期間が4月の29日から5月の5日までもろあのゴールデンウィークのこの皆さんが暇な人を狙ってます。それで搭乗期間が5月の6日から10月の29日のこの長い期間なんですが、沖縄関係で言いますと大阪からが3490円、石垣が3490円、やっぱりで福岡沖縄が1990円、2000円足らず。酒飲み行けますよ簡単に、日帰りもできますよ。はい、で、東京成田なんですがここが2990円です。で今ね国際線もソウルが2990円、沖縄からですよ。香港が3990円で、一番驚いちゃうのが桃園、台北、はい、これが今1日2便になった後他の会社も多くなったんで競争が激しくなったから1990円ということで安いですよね。これ燃油サーチャージも含めてですから、だから皆さんあの今度あのイベントが終わった間とかそういう時ちょこっと飲みに行ったり小籠包食べたりとかできますから、で今1日両方とも2便ずつ飛んでるんで日帰りもできます。ぜひすごいそういう生活もしていただきたいということです。はい、あともう一個あれですね、 HIS って大きい旅行会社の知ってます、はい、で一応ここが今度沖縄旅行の専門店を東京大阪で5月1日にオープンするよと。沖縄の専門、そこに行ったら沖縄しか申し込めないっていうすごいです。だから中にいろんなね、専門のいろんなものも販売するし、もうなんか沖縄気分のお店ということで、やっぱり HIS がやっぱりねこの観光客、185% 増3年間でということだったんで、もう今後沖縄しかないだろうということで売るということはますます HIS 飛んできますよ。素晴らしいですね。はい、まあ、こういう方が増えた方が、ね、中国の方はいつ来なくなるかわからないのでやっぱり日本のお客様も来ていただくということでこれは大事だと思います。はい、一応あとは、今回熊本の地震の時に、あの外人の人誘導がなくて困った時 の、 あの指示が全くなくて困ったっていうのが書いてありました。これ多分沖縄でも同じことが起きるんで、こういうイベントの時万が一なった時どうしたらいいだろうかっていうのはやっぱり沖縄の、ね、観光立県ですから、そこら辺は受け入れ側として準備しとかなきゃいけないよということです。熊本でみんな困ったということです。はい、あと1個これ面白いかもしれないですね。2016年のゴールデンウィークの過ごし方つって予定が全く決まっていないっていう人が 45%ね、それで予定が決まってる人の3割がお仕事ということで、これネットリサーチクリエイティブジャパンというところが、2週間前に行った調査ということで、ゴールデンウィーク中の予定が決まってる人は、ね、全体の 7.9% にとどまっていると。で決まってない人の約半数で、それで、結局ですね、これ帰省とか海外旅行の行く人は決まってるんですが、それで、これ決まってない中の1割の人は特別外出するね、つもりもないと
それでどこに行っても混雑してるから嫌だって言って、もともと休みに外出をしないとかね、テレビや映画を見て過ごすとか、ゲームや漫画で楽しく過ごすっていうような形ですっていう方がいらっしゃるということなんで、もったいないですね。だからラジオ聞いてる人もいるんで今日の PR で皆さんぜひ来ましょうよというような形ですね。はい、ということで喋りすぎてはできないので、ここで曲一曲いいですか。ほんと、はい、知念さんの年代に合わせまして、ちょうど子供フェスティバルだっていうことで、チャイルドが入ってたらいいってことで、五大悟だったかな、あれ、ビューティフル、あ、じゃなくて、なんだったっけ、ビューティフルネームか、今日も子供たちはつってありますね。知ってます、年代もっと違う年代がもっと古い、やばい、もっと古かった、はい、はい、ちょっと流してみてください、お願いします。はい、AKB が僕の青春時代。ああ、え、時代が違う。あ、分かるよ、分かる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 、その時代。え、もっと古い、五大悟、五大悟知ってます。五大悟は、はい、この曲も、はい、はい、なんとなくほら、なんかゴールデンウィークっぽいなと思って、五大悟っていうか、僕ガンダーラかかるのかなと思って。ああ、間違いない。あの子供だから、なんかエイブリーチャイルなんとかってやってたから、チャイルドが入ってるなと思ってちょうど出しました。で、1番で落として、あ、1番というか別に大丈夫かな、10分喋れば大丈夫ですよね。もう十分です。次どこまで飛ぶの。この後、トーナーさんのここもいいゲスト、これ何回目、何回目っていうか、まあ、あのリニューアルしてまだ3年なんで、うん、3回目ですね。これは前回やった時の、いやこれ今です。あ、今日から開催中、開催、今日から開催。え、この写真は前回の、これはあのゴールデン、あ、夏休みの写真ちょっと撮ってます。うんうん、はい、夏休みからプールやってるんで。これ行ってたんだよな、このプールのやつ、みんなの友達が。え、でも水じゃないのよ。ちょ、この下の水の方さ、下は水なの、はい、行ってた、行ってた。しかもなんか結構もう内地では寒いぐらいの時期で、もうですよね。だからなんかみんなそういう話してすればいい、番組の中でいいよ、みんな知ってた方が嬉しいです。今日北海道大雪だって。あー、見た、考えられない、やばいですよね、ちょっとこれおかしいですね、天候が。ちなみにですね、急に沖縄に来る人が増えて、今レンタカーもパンクしてる、やばっていうのは、九州行けなくなった人が沖縄に来てたり、あと気候で今日は雪だからやめたって、そんなのが今急に来てるって。やっぱ、いやいや、やっぱゴールデンウィークは好きでしょ、北海道で。そう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 、おかしな時期だもん、おかしい。はい、はい、ジングルね。はい、ということで、今日はダブルゲストでお送りしております。それでは今週のゲストコーナーパート1ということで、これは沖縄市にあります東南植物楽園さんの方がね、それでこちらの方の、これはマーケティング部、島袋、雪高さん、はい、ということで、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はゴールデンウィークのイベントの告知、そして皆さんにプレゼントもあるということで、はい、楽しみにしてます。どうしたらいいですか、パンと投げていいですか。はい、はい、ではまずイベントの内容を教えてください。いつからいつまで、どこで、どういう形です。はい、本日のですね、4月の29日から、あ、今日からスタート、はい、今日からスタートで、はい、5月の8日までですね、はい、まあ、ロングスパンで計10日間、お、はい、開催します。はい、で、あの GOGO ゴールデンウィーク2016と題しまして、はい、今回のテーマはですね、まあ、親子3世代で楽しむファミリーピクニック、一日中過ごせる内容をですね、盛りだくさん詰めてまいりますので、はい、ぜひ、お越しください。はい、よろしくお願いします。これ何、夜、10時までやってるって書いてあるけど、一応ですね、園内の方は10時まで空いてて、まあ、1日と5日は、まあ、6時までなんですが、はい、あとの8日間は10時まで空いてて、ただプールとかはですね、やっぱりちょっと危険ですね。夜10時はやらないでしょ、プールは。寒いので、はい、夕方で終わりますけども、はい、園内は空いてますので、ぜひ、はい、そうですか。まあ、いつもの、もともと東南さんはあれですよね、一回リニューアルして、レストランとかもすごいから、大きなガラス張りとか行って、はい、あと、なんかみんなが言ってたような、はい、おいし、誰か芸能人の人がプロデュースしたお店、今でもあるの。清作さんの、あるの、あれは、ね、あ、そうですね、2月でちょっと、なくなっちゃった。いや、そうですね、もうちょっと、ごめん、はい、ごめん、ごめん、聞かなきゃよかった。余計なこと言ってしまった。いや、言わなきゃよかった、俺のせいだ。契約があって、
はい、契約、うん、契約満了で、ね、じゃあそこ何になってんの。じゃあ今はもう砂場になってますね。あ、ごめんなさい、失礼しました。余計なこと言った、もうバカだな。砂場って砂場、うん、屋内 の、 あのキネティックサンドコーナーっていう砂場になってます。お、うん、新しいコーナーね。大きい、じゃあ一応ね、大きい、はい、大きい砂場があるんですか。ただの砂場ではないですけど、はい、はい。でこのイベントなんですが、皆さん家族連れで来てくださいということで、弁当、レジャーテント、椅子、テーブル全部持ち込み OK。 OK です、はい。あ、じゃあここでビール飲んで勝手に、はい、持ち込んでも怒られない。持ち込ん全然もう問題ないです。とりあえず入場料だけ払ってくださいよ、はい、ってことですね。もうまあ、市民の、まあ、市民もちょっと、はい、兼ねてるので、ここで、はい、市民の帰りでもいいので、はい、ちょうどレジャーテント大きめで、はいはい、そうですね、入場料金が、これ大人が1500円、はい、で高校生が1000円、で小中学生が500円、はい、で6歳未満が無料ということで、はい、ただこれあれですね、プールとかいろいろあるんで、これは別料金取られる。そうですね、ちょっと3歳から中学生まではちょっとこのエリアの方でですね、はい、まあ、プラス100円ちょっといただいてますね、はい、はい。でこれなんか見てて、今回大きくポスターやなんかいろいろホームページやなんか見てもらうと分かるんですが、はい、これふわふわバウンジーって、これはバウンシー、バウンシーってこれはプール？いや、ふわふわバウンシーは滑り台、滑り台と、あと、はい、3機あるんですよ、はい、で滑り台と、まあ、ぴょんぴょん飛びに跳ねるやつと、はい、あともう本当にちっちゃい子用のふわふわぴょんぴょん飛びに跳ねる用のものが用意してます。まあ、写真ではちょっとあれないんですけど、はい、うん、ポスターの方にはないんですけど、ホームページで見ていただければ。これと巨大エアプールっていうのは別？そうなんですよ、まあ、エリア内に隣にまた隣接してて、あ、すごいじゃない、プールが隣接してるんですよ、はい、はい。エアプールっていうことは水はないんだね。水、エアプールは水あります。あんのね、本当に入ってます、はい、水入ってて。じゃあ寒いとダメね、これは。はい、で今日朝、まあ、ちょっとね、涼しくなってたんですけど、はい、まあ、朝ちょっとこっち来る前に行ってたんですけど、はい、結構もう朝から待ってる方いて、はい、で今もう水で遊んでると思います。あ、はい、今日は暖かいからね。今日いいですね。だからふわふわバウンシーで結構なんでピョンピョン飛び跳ねて温まった後に、はい、まあ、プールにボーンって飛び込んでも全然問題ないので。じゃあ一応水着は持ってきた方がいいのかな。持ってきた方がいいですね。っていうことですね。はい、ぜひ、はい、はい。こっちあれですか、年齢制限はないんですか。一応ですね。大人も。あんた泳いだらおかしいでしょ、ちょっと。一応な、保護者という形で、あ、はいはいはい、大人の方も入ってますね。一人で入ってたら捕まっちゃいますかね。いや、もう大丈夫、酒飲んでますから、ね。もう全然大丈夫、来てください。じゃあ行きますよ、行きます。結構逆に注目されてる。逆に注目されますね。あと何、この動物園とか、はい、ね、これあるのね。触れ合い動物がありまして、実はちょっと触れていいですか。はい。はい、実は今月の頭の方に、8日にですね、はい、カピバラの赤ちゃん生まれまして、今もうアイドルとしてうちの方でも賑わってますね。可愛いですよね。可愛いですね。あれ写真撮ったのあったんじゃない。ですね、まだちょっと名前はついてないんですけど、はい、どこやっちゃったよ、うん、さっき可愛いって言ってたの。あらあらあら、もう酔っ払いだろ本当に。本当に可愛い。で本当にまだ 2000g で2キロ満たないぐらいで、はい、うん、じゃこれ成長していくのを毎回見たくなるね。そうですね、ね、かわいい。うん、でカピバラ自体が当園で生まれるのは初めてなので、はい、はい、もうこの、うん、ちょっとまだ触れ合いはしないんですけど、はい、まあ、見ることは全然可能なんで、近くから、はい、赤ちゃんにはですね、はい。でここはまあいろんなで、いつものあれですよね、このトラムっていうか車に乗ってそのまま行くのとか、うん、はい、通常のイベントも当然やってますよと、ありますということなんで、はい、これが一つついてるから、この機会にぜひ行きましょうねということですよね。ぜひ一日で遊べますので。あ、でもすごい、はい、なんか金魚すくいとか細かいのもやってるね。はい、金魚すくいは特別に持ってきました。はい、でもここやっぱり植物だから、このボタニカルとかこういうの大事ですよね。うん、そうですね、もうここら辺を推してるんですよね。もともとは植物園、もともとはじゃなくて植物園なので、今でもそう、今でもそうはい、っていうことで、はい、そうか、緑の日もあるから特別プログラムがあるってことね。はい、そうですね、そうだよね、はい、本当は今までは今日が緑の日だったんだ、あ、今今日が緑の日、いや今日は昭和の日になって、前は緑と一緒だったんだよ、はい、天皇が好きだったから、天皇陛下さんがね、だから今度4日が緑の日になってるってことね。はい、はい、あと気になってたんですが、はい、ファミリービュッフェって書いてあるんですが、これずっとやってるの、これ、はい、いや、こちらがですね、実はファミリービュッフェ特別メニューは、はい、5月の3、4、5の3日間のみになりますが、はい、他の日にちでもですね、通常
のビュッフェスタイルやってますので、はいはい、で、この期間中かなり混むので、はい、必ずご予約のお電話をいただければなと思います。ビュッフェやる場所はどこ？レストラン？はい、レストランの中ですね。あの素敵なところ。 ありがとうございます、はい、あのテラスがあって、そうそうそう、よく沖縄坊やなんかでもずっとやってるさこれ、はい、あそこ、はい、あ、だからあれなんだ、もう順番で。そうです ね、あ、じゃあ予約が必要ってことね。はい、そうですね。でお得なセットプランがあるということで、はい、入園プラスランチ料金ということで、はい、で、はい、入園プラスランチ料金がこの 3,4,5 はあの、はい、大人が2,800円、あのランチと、まあ、園内散策ついてますのでぜひご利用ください、はい、で通常は2,500円になります、はい、通常、はい、そうか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 。じゃあこれね、ただこのビュッフェやってるのは 3,4,5 ですよ。あ、これビュッフェは全部やってるんでしょ。ずっとやってます。期間中はずっとやってて、子供向けのが 3,4,5 っていうことね、はい、だから普段の日来ても別に大丈夫だ、ね、もう大丈夫です。ご予約のお電話いただきたいなと。はい、はい、そうですか。問い合わせていただければ。なんかすごいさ、巻き返してきてますよねありがとうございます。なんかさ、チュラビ水族館ができてからあそこら辺全体がさ一回さ沈んじゃったけど、はい、今またこうやって復活してさ頑張ってますよね。はい、はい、ぜひもう頑張ってますのでぜひお越しください。そうですね、うん、そうか、これ赤ちゃんも見に行きたいし、はい、ちょうどおととい、ヤギの双子の赤ちゃんもまた生まれたんですよ。ちょっともうベビーラッシュで。これも何公開してる？まだですね、まだ、はい、まだちょっともうちょっと、まあ、ヤギの場合は1週間ぐらいで公開できますので、はい、ゴールデンウィーク、じゃあ後半には大丈夫かな。後半にはもう大丈夫ですね。いう感じですね、うん、あ、でも子供は喜ぶ、うん、ね、こういうのがね、はい、ぜひ来てください、はい、それで今日はこのリスナーの皆様にプレゼントがあるということで、はい、はい、嬉しいですね、はい、東南植物楽園よりですね、はい、こちら大人入園券ペアですね、はい、3組の方に、ペア3組、はい、6名様、はい、ということでこの入園料が1500円というのがなくなるということね、はい、ぜひお越しください、はいはい、じゃあこれは、この、これ欲しい方っていうか、これ FM 二台さんの方に、はい、今日、ディレクターの植地さんに渡しときます、はい、で植地さんが、これ、会社に行った時に渡してくれますよね。で、会社に電話をしてくれたら先着順？先着順でいいですか？大丈夫ですかね。電話番号何番？あ、はい、あ、そこに書いたんじゃないの？あります。957-1119、FM 二来宛てまで、はい、957-1119 FM 二来さん宛てで、これで言ってくれて東南植物楽園さんのということで、じゃあ3組、3組、はい、6名様、家族で行かないようにねそうということで、東南植物楽園さんということで言ってもらわないとダメですよということですね。はい、わかりました、プレゼントまでいただいて本当にどうもありがとうございます。 いえいえ、あとごめんなさい、イベントであと言わなきゃいけないことなかった？忘れてない、はい、あ、大丈夫です。一応とりあえず全部言いましたか？はい、はい、ありがとうございます。また今度もっとゴールデンウィークじゃなくて暇の時も来てくださいよ。もうぜひ出してください。はい、じっくり話していきましょうね、はい、ネタはいっぱいありますんで。ネタがある分かった。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで今日はですね、前半の方、東南植物楽園の島袋さんがゲストでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあここで間に曲パフィー入れちゃおう。パフィーの新曲なんて曲だったっけ？パフィーの新曲はあれ、はい、ファンタジーシアターって曲。そうです。パフィー知ってます？知ってますよ。あ、知ってますね。あ、イベント強いですよね。僕の青春時代ですから。あ、そうかそうかあ、そうか、時代がそうか僕はこうあれが古かったのでごめんなさい、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、全然見てなかった。お疲れ様ですじゃあこれは植地さんの方に、植地さんに渡していいんですか、ね、頼むね。でも無駄にしないでね、家族で行ってもいいから、最後、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、村さんありがとうございます。本当にちょっとまたね、ちょっといいえ、もうごめんなさい、うちの方が多分白馬がねそこら辺がちょっと、ちねさんもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。これもらっていいの？はいはい、これは違う。あ、これはすいませんよろしくもらってもね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れさま。またなかったら、はい、ありがとうございます。そのまま貼っても大丈夫。持ってった方がいいですかね。え、大丈夫ですよ。あ、大丈夫です。向こうでも貼ってもらう。はい、すいません、あ、お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。飲みかけの、ごめんなさい。はい、持って、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、すいません、ありがとうございました。すいません。さあ、じゃあここで、これ全然見てなかった、趣味に。どうなってるか全然わかんない喋、ね、るネタたくさん持ってますよね。
あんまり持ってないです。じゃあ、あまり持ってないとこの子が他のイベントを喋っちゃいます。はい、だからカピバラさん、はい、もういいよ、もうこれ。はい、あ、これも見た。でしょ。次はだいたい5、6分ですか。10分ぐらい。違いますよ。もうだって50分まで撮ったんだね。じゃあ先に知念さん喋りたいだけ喋って、はい、そしたらこの子が残ったのはゴールデンウィークの イベントを喋るでいいですか。アドベンチャーワールド喋りきろ、まあ、喋りきるってアドベンチャーワールド、うん、あれさ、それかも、あ、ちょいちょい森さんが挟んだ、これがパフィーの新曲なの、うん、パフィーいつまで経っても可愛いからね、うん、パフィーももういい年のはずよ。そうだよ、そうだよ、だって知念さん知ってんのに、みんなこれさ、すごいと思ったのさ、ピカチュウとまさかのトーマスがね、夢の共演これ、うん、キャラクターのそういう問題はない、大丈夫なんですか。全然大丈夫ですよ。被っても全然問題ない、はい、やっぱりクールいいよね。一応ナーの人が来やすいのはチャタンの方なんだよね、うん、今度はあっちの、こっちよ、こっち、しゃ、うん、間違えてゴールデンあっち喋んないでよ。55でしょ。ピカチュウは着ぐるみも来るんですよ。ねー、本物、本物、本当だ、うん、え、絶対嬉しいね。子供が喜ぶ、ね、ポヨンポヨンが、ボヨンボヨンが来る、うん、アドベンチャーワールドでしょ。え、今回実行委員長ですか。私はそのいつも委員長は美咲さん。いや、社長ですね。ああ。私。はい。今日はみんなラジオ聞いてないのかな。てっちゃんしか来てない。地域に密着した情報、地域密着型の情報をバンバン流せばね。そうですね、うん、そしたら少しはみんな本当はそれで、これこういうのもラジオを読谷なんていうのはいろんな店舗に置いてる、うん、それで何気なく店員さんが聞いて教えてあげてるとかやってる、ちょっとぜひ協力してください。僕この曲には愛情があるんですよ、チャタンの、はい、うまくハンビーさんとね。今度僕チャタンで飲んで酔っ払った時ハンビーさん泊まっていいのかな。どうぞどうぞ。そうか、頼めばいいのかと思ってた。でもあそこはゲストハウスだから。あ、そっか、お風呂か。あ、そっか、そういうの、シャワーですよ。いや、共同になっちゃうんだよ。あ、そっか、一回来て出なきゃいけないから、うん、デブにはきついな。はい、ということで、今日はですね、予定が大幅に変わってしまいまして、はい、でも一応、はい、はい、ここで読んで、はい、はい、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ今週のゲストコーナーということで、今週のゲスト5月3日から8日パート2ということでね、チャタンドームで行われます子どもフェスティバル第13回アドベンチャーワールド実行委員会の副委員長さんですか、はい、はい、知念治さんです。こんにちは。こんにちは。前回ははい、クリスマスのファン、そうですね、ファンタジーの方でクリスマスファンタジーでしたね。っていうか、この2つは何、全部知念さんのところが毎年やってる。はい、そうです、イベントで、はい、でもなんか僕他でもたくさん出会ってるんですけど、そうですね、知念さん本当は何者なの、イベンター、イベント仕掛け人。はい、そうです、イベント仕掛け人です。いろいろやってますよね。どこに行ってもいる。本当すごい。この前じゃあ中城もいた。違う、あの時僕だって、うん、一緒に写真ね、撮らせてくれたの知念さんよ。あ、顔広い、あの MC のこと、 MC の、はい、あ、お、
だからどこでもいるイベントの時は すごいすごいすごい。いいえいいえ。ということで今日はチャタンのラジオですから、はい、実はもう13回目っていうことはもう随分長くやってますね。僕が沖縄に来る前からやってるってことですね。そうですね、もう13年目です。はい、子供フェスティバルっていうことでね、はい、じゃあもう地元の人知ってる人は知ってるんですね。もうほとんどの、はい、地元の方は最初に来た子供たちはもう就職してたり、ね、そういう感じですよね。赤ちゃん連れてきたり。あ、そうか、これがそうかそうか、こう歴史っていうのはそうなるんですね。そうなりますね。じゃあクリスマスも長いからもっとなってんじゃないですか。です、ね、昔来たよっていう人がもう一回来てる、小学校 1,2 年生の子がもう結婚して子供も大きくなって、はい、その子たちを連れてまた遊びに来た。私も昔小さい頃こう、ね、お母さんに連れてこられたんですよって言ってくるんですよ。嬉しいです ね、なんかそういうのって。ですからもう親子2代にわたって一つのイベントをすごいですねリピーターになっていく、ね、ということは私たちどんどん年取ってますね。ですね。そういうことそういうことですよね。ちょっと話題変えましょうか。話題変えましょう、はい、ということでイベントの方の中身を、はい、このまま喋っちゃうとこれで終わっちゃいますからね。普通のフリートークになっちゃいますので。はい、ではこのイベントの中身、知念さん、じゃあ、はい、少し説明してもらっても大丈夫ですか。そうですね、はい、まずアドベンチャーワールドっていうのはこのチャタンドームに7つの冒険が大集合ということでですね、大きく分けると例えば、まあ、一番の7つの冒険の中では今人気があるのがスノーアドベンチャーって言いまして、雪降らす、雪が降ります。もう暑いのにそりにも滑れます。暑いですけども、そんなに雪降らす、はい、クリスマスは冬だから分かるけどこの時期で雪って降らせられるんですか。降らしますよ。さすがクリスマスの、ファンタジーの、はい、技術をパクって持ってきてますからね。そうですよね、はい、でも温度違うのに大丈夫なんですか。大丈夫ですね、はい、これ何度ぐらいまで大丈夫。これ大型テントの中でやります。あ、日さえ直接の直射日光さえなければ大丈夫ってこと。いい、とんでもない、大丈夫ですよ。ビーチのその気になれば砂浜でも降らしますよ。あ、そんなもんなんですか、はい、よく僕内地でスキー場は何度にならないと雪人工降雪ができないとか言ってたんですけど。そうですね、まあずっと常時雪を足していかないといけないと思うんですね。ああ、じゃあ大変じゃないですかそれ。大丈夫です。ちゃんとスノーマンというスペシャリストいますから。あ、そういう人いるんですね、はい、でそこはもう雪だるまも作りますし、はい、でこの時期外れなんですけど雪だるまも作れる、はい、作りますよ。スノーマンこれぐらいの大きなの。ほー、であとはちょっと時期外れなんですけど鎌倉ご存知ですよね。この時期に秋田県の鎌倉、はい、そこの鎌倉職人さんからちゃんと教わった鎌倉の作るスタッフが作ります。すごい、この時期に行った時にはすでに鎌倉ができてるって感じなんですか、はい、うん、めっちゃいいですね。あ、じゃあ子供喜ぶ、うん、で、あとはねもう自分たちで ね、雪を取って、はい、ちっちゃい雪だるま作ったり、はい、バケツで鎌倉作ったり、はい、うん、いろんなこと遊べます。ソリにも乗ります。多分だからお子さんはこれが一番やりたいことですよ、はい、と。でこれが7つの冒険の一つ、はい、そしてあと、はい、子供さんのプールがありますね、はい、プール、これはもうプールもいろんなプールの種類が 8種類ぐらいあります。お、滑り台のついたプールもあるし、うん、なんかなんていうんですか、このハムスターがぐるぐる回るような あれにこう人間ハムスターみたいな、もうじゃあ出らんなくなっちゃうじゃないですか。です子供なああいう遊びとかですね、はい、こういうのもあります。そしてあとワクワク動物ふれあいランドっていうのがありまして、はい、ここにはなんと本物のペンギンさん、おペンギンがいる、うん、ペンギンも来ます。いざとなったら雪もあるしね、はい、そうですね、はい、犬もワンちゃんも猫ちゃんも来ますし、はい、あとちっちゃいひよこも、うん、来ます。そしてそのもう一つが今度ワクワク乗り物ランドって、これはゴーカードとかね、ラジコンとかね、はい、電動カーですね、すごい、これで遊んでいただくと、はい、そしてあとふわふわが10種類ぐらい来ますね。すごい、はい、10種類ぐらいの大きなふわふわがもうこれは無料で乗り放題です。お好きなだけ乗ってください。あ、スパイダーマンもある、はい、ありますね。トーマスもある、トーマスもあるこれ子供喜ぶじゃないですか。トーマス流行ってますよね。いいですよ、流行ってますね、今でもね。でなんとこのふわふわなんですけど、はい、今年のアドベンチャーワールドでは7つの冒険以外にスペシャルゲストとして、はい、スペシャルの夏ということでポケモンがやってきます。はい、はい、ポケモン、はい、でこのポケモンのふわふわもある、あります、2機登場します。これも無料で乗り放題ですよ。おお、はい、無料だ。でおまけにピカチュウのポヨンポヨンのピカチュウ、はい、やってきますよ、ポヨンポヨン。誰かなんか入ってんですねいやいや入ってないですよ、あれはピカチュウですよ、はい、夢となんですよすごい、
へー、すごいすごい。え、このふわふわ全部が全て無料なんですか？無料です、無料。もう好きなだけ乗ってください。絶対子供、絶対来る。はい。ねえ。で、あと今度はあのエキサイティングというかそのキッズディスコ、はい、今年初登場です、はい、子供のディスコ。そして子供踊る。そうですね。あとお化け屋敷もさらにスキルアップしてめっちゃ怖いですね。めっちゃ怖いってなんか知念さんが言うと本当怖そう。僕はもうあの13年このイベントやってるんですけど、はい、1回しか入ったことないんですよ。怖いから。そうです。でそういうの怖い人めっちゃ怖いんですよここ。特に身内が入ると相当いじめるみたいですね。あ、それが怖いんでしょう。それお化けが怖いんじゃなくて身内が来るから怖い。そうですね。思いっきり脅されるのね。 でもう一つの七つの冒険の中の新しいエリアとして、はい、ファンタジーエリアとしてですね、はい、泡の泡まみれランドが登場します。今流行りの泡がここで、はい、いいですね。時代に乗り遅れてないですね。乗ってますよ。ほー、はい、すごいすごいすごい。泡まみれまみれランドがありますね。じゃあこれどっかから泡が出てる、はい。そうですね。あのプールの、 まあ、泡なので、はい、濡れても大丈夫な場所でプールのところで泡を、はい、あ、大砲みたいなのがこうやって出てくるやつ。定期的にバーッともう泡まみれですよ。だからあの洗濯したい人もぜひ来てください、はい、怒られる。あそこでやってたら絶対チネさんがやっていいって言ったって言わなきゃダメよ絶対、ね、プールを利用されるのは無料なので、はい、あの水着だとかバスタオルとかは、はい、あの用意してくださいね、はい、っていうことですね、はい、これ今あの料金の方言ってましたけども、はい、通常これ入場料っていうのはかかりますよね。はい、かかりますね。これはおいくらですか？はい、お子さんが前売りチケットで、はい、1000円ですね。1000円で当日になりますと1200円になるので、あ、じゃあ前もって買っていただければと思いますね。これどこで売ってるんですか？これはあのプレイガイド、はい、あのコンビニ、はい、コンビニですね。ファミリーマート、ローソン、ココストアさん。あ、じゃあ全部大丈夫だ、はいはい、コンビニ行けばとにかくそうですね、前売りで買えるって。これ前売りってことは前日まで買えばいいの？前日まで買えばいいです。5月2日まで。ああ、そっか。あ、2日まで行かなきゃダメなの？ごめん、日程今言ってなかったですね。はい、言ってないですね。あ、じゃあ言いましょう。はい、はい、言ってないですからごめんなさい、失礼しました、はい、すいません。5月の3日から5月8日までなんですが、この途中の5月6日、はい、この金曜日なんですが、この日だけはイベントお休みになります。じゃあ来週の番組の時に言っときます。今日はお休みってこと。そうですね、来週金曜日だから。ぜひお願いします。あ、そうですか、で場所がチャタンドームですね、はい、このスタジオからも見えますよね。見えます、見えます。ドームが見える。玉ねぎのようなキンキラキンの屋根、はいお、はい、そちらでずっとやってて荒葉公園の、ね、はい、すぐ横でやってます。これ、はい、あ、そうか、5月の2日まで販売してますよっていうことですから、はい、あれですね、もうとにかく行くって決めたら2日までに、はい、あの家族の分みんな買っといた方がお得になりますよ、はい、ということですね。で大人が前売り券1600、当日が1800円になりますので、はい、これはもう前売り券の方がいいですよ。そうですね、はい、だって家族で行ったら4人とか5人だったら1000円違うからね。そうですね、行った方がいい、前もって買っといた方がいいということですね、はい、もうぜひ、はい、それとこれシステムで、はい、これ、一部有料のものもあるんですよね。はい、ありますね。これは、雪かな、雰囲気的には。これ相当金かかってるもんね、この雪グラスも。そうですね、雪のスノーアドベンチャーに入るところ、はい、そしてやはりあのお化け屋敷も、はい、かかります。そして、まあ、ふわふわは全部無料ですね。動物園も全部無料です、はい、で泡まみれランドもプールに入るのも無料です。あ、そうなんですか、はい、あのだゴーカード、先ほどの、あ、これは乗り物だからこれかかる、これはラジコンとかロゴーカードは、これは乗り物がお金かかりますね、はい、これあれですか、で一つ乗るのに、ラジコンとかは、そうですね、500円とか1000円とか、いや、そんな高くないです。会場の中に、はい、クーポン券売ってます。あ、中のお金みたいなやつね、はい、そうです、クーポン券が、はい、1枚100円の、あ、そういう細かい単位なので、そうです。で11枚綴りで1000円で、おお、はい、1枚お得ね、はい、そうです、はいはい、でこれでここはクーポン券1枚ですよ、2枚ですよっていう表示がされてますので、はい、あ、じゃあ遊園地みたいなもんですね。そうですね、で、これは中で、はい、イートインの食べ物屋さんもありますので、はい、ある、うん、食べ物屋さんもある。はい、そうです。だから、じゃあ長くいられるってことですか？いられます。もう休憩室もありますから。はい。はい、で、クーポン券はこの食べ物屋さんでも使えるので、はい、例えば1枚クーポン券余っちゃったとどうしようという場合は、はい、例えば300円の
ね、何か食べ焼きそば食べようかなと思ったら200円とクーポン券1枚出せば、こうやって使えますから無駄にならないように。要するにあのドームの中のお金みたいなもんね。そうですそうです。あ、はい、でもお得になるからまとめて買っといた方がいいよ、ね、っていうことですよね、はい、あぜひこういったのを利用してください。あで、あそうだ、開催時間は、はい、何時から何時まで、やっぱり必要な情報ですよね。はい、必要です。あとアクセス、はい、あそこ車止められないけど、ね、はい、わかりました。開催時間がですね、はい、午前10時から、はいはい、午後の5時までです。5時までね、はいはい、午前10時から午後の5時まで、はい、でこれアクセスなんですが、はい、北谷町の荒波公園、荒波公園を目指していただくと、はい、まあ、分かるかなと思うんですけど、あの北谷ドームっていうのは、はい、よく野球のプロ野球のキャンプで中日さんが使ってるから、使ってる一応駐車場はあるのね。少しは駐車場はあります。そして、この北谷ドームの後ろ側に荒波公園の駐車場あります、はいはい、であと、シャトルバスも運行してますので、はい、北谷町の役場をこの期間特別に役場の駐車場をお借りしております。これね、僕ね、はい、前のクリスマスの時も、はい、これやり方があって、みんな混んでるからっつって先にあの役場に行ってもダメなんだよね。最初に一回こっち来て、はい、どこの駐車場が空いてるかって役場行ってくださいって言ったら役場行った方がいいんですよね。そうですね、その方がいいですね。そういうのが後から歩いて帰れるからね、はい、そうそう、だから僕も行ったら、あどうぞどうぞって誘導されて、はい、駐車場もあのクリスマスの時もすごく広かったから、はい、で本当は沖縄市のあの入り口にも駐車場あって、はい、シャトルバスって書いてあったけど、それに乗るよりはよっぽどそっちの方が、そうです、ですからまずは北谷ドームの会場にいらしていただいて誘導してくれるんですね、はい、でホームページで細かい地図入ってますので、はいはい、北谷ドームアドベンチャーワールドということで検索していただければ、はいはい、そこでアクセスも連絡先も問い合わせ先も、うん、もう、はいはい、ご覧になりますので、まあ、であのすごい、そうですね、北谷ドーム側の公園側っていうのは約700台から1000台ぐらいは、ちなみにここ美浜のサテライトスタジオなんですけど、はい、この横に大きな駐車場ありますから、はい、ここからでも別に歩けること歩けますよね、目の前ですよね。もちろん歩いていきますよ、みんな歩いてきますよね。そうです、だからそれで帰りまたジャスコで買い物行って帰ってもいいし、ま、うん、美浜で遊んで帰ってもいいしっていう感じだから、ね、ここはもうあの皆さんがそうやって使われる駐車場なので、はい、もうご自由にお使いいただいた方がいいんじゃないですかね。結構細かいロッククライミングなんていうのもある、いろいろ、はい、ロッククライミングがありますよ。これは子供喜ぶ、あでもちゃんと安全というか事故が起きないようにっていうのを考えたいものがたくさん出てます ね、 そうですね、これ見てるとね、はい、あのトランポリンもありますよ。トランポリンもあるの でトランポリンはちゃんと周りに柵があって、はい、あの下に落ちないようにちゃんとガードされてます。だからお母さんたちも、ね、行っても安心っていうような形ですね、はい、そうですね、はい、であのマニキュアコーナーとかもあって、はい、女の子なんかはね、はい、あの爪にお姉ちゃんにマニキュアを入れてもらって、はい、マニキュアコーナーも無料なんですか。これは1ポイントかかるかな。それは無料じゃダメでしょ、この件ですよね、原材料かかるとそうそうそう、ね、これもこの件でできるんですか。この件でできますよ、はい、すごい。あとこれ注意しなきゃいけないのが、4歳以下のお子さんが一人で来てもここの管理する人がいないから困るから、それはダメよっていうことですよ ね、 すね、はい、だって何かあったら困っちゃいますもんね、一応お母さんと一緒に来てねっていうこと、もう保護者同伴で来てください。4歳以下の人がだって一人で来ちゃダメよ。一人で来る人いないでしょ。違う、歩いて近所の子が一人で来たら困るでしょ、何かあった時に。そうそうそう、それ言っとかないと一応ダメだということで、そう、ね、すごいじゃないですか、イベント内容もねこれだけあって。それで今日は知念さん、はい、プレゼント持ってきてくれてるんですか。はい、さっき一応トーナーさんがいたからあまり言ってなかったけど、ちゃんと持ってきてくれてる。もちろん、もちろん、招待券、ご招待券の、はい、中には何が入ってます、はい、お子さんがの入場チケット2枚と、はい、大人の券が1枚、1枚、はい、これを、5組5も出していいんですか。はい、もうさ、もうさ、ね、東南さんもあんのにもうぐちゃぐちゃになる。大丈夫大丈夫、はい、さっきの番号957-1119 ね、FM ニライさんの方にお電話、はい、だから、どっちかというと社員さんがたくさんいる時間帯は、2日だね、とかだね、どっちかというと、はい、ね、ぜひお電話してね、はい、はい、招待券をゲットしてください。
まあでも本当はお金払って来てほしいですよ。ちゃんとあのチャタンの皆さんみんな招待券ゲットじゃ。でもね、地元のイベントですから何でも来てる方、ね、今回はラッキーって言ってね、これでもいいと思いますので、ぜひねこちらの方ね来ていただきたいと思います。来てください。シルさんいつも持ってきてくれてありがとうね。いいこういうのすごく感謝してます。とんでもないです。もうでも本当イベンターよ。何でもやっていい。でもこれは誰にでも勧められるイベントですよね、うんうん、子供が喜ぶ、そうですね、子供の本当に日にもうどこ行こうかって悩んだったらもうぜひこっち来てください。それで雪もあるしプールもあるし、そうそうそう、滑り台もあるし、ちょっとふわふわ、さっきあの東南さんがいたからあまり言えなかったけど雨が降ったら絶対いいでしょこれ、はい、全部だってドームの中だから、はい、前転後半後半ちょっと崩れるっていう形なんで、うん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 、むしろ他行くとこないからボーリング場とかゲームセンターとかそういうとこしか行くとこないじゃないですか。そうです、ね、でお子様で喜ぶのはやっぱりだって通常通り行けますからね、まあ、あのもう丸一日遊んでも足りないぐらい、時間が足りないぐらい遊ぶようなところたくさんありますね、はあ、しかし、はい、こういうの毎年やってるんだ、すごい。これ北谷町の役場も変えられるってことはもうこれ地元も認めてるイベントなのね。これそうですね、毎年恒例ですから、はい、もうあの年間北谷町の年間イベントっていうことで役所さんの方も入ってるっていうことですね、はい、すね。ああじゃあ今日これ北谷のラジオでちょうどねいいですよ ね、ぜひ、はい、わかりました。ということで、あと言い残しはないですか？大丈夫ですか？ですね、まだある。はいやいや、あこの5月6日の金曜日はお休みというのだけは注意していただいて、はい、またでも大村さんが、はい、でも面白いですね、なんかイベントの途中一日お休みがある、そうなんですよ。これ多分平日だから、はい、あの役場も駐車場使うし、そ う、 ね、そういう関係があるからですよね、いろいろちょっとそういう事情も含めて、知念さんも体疲れちゃうし、そうですね、私ももうあの鹿島屋近いですからね休まない多分だから5日の夜飲むんだよみんなもうわかる、そうだよ、子供の日、はい、あとね、会場の中にはピエロがいろいろしながら、これはもう全然無料なので、はい、あの風船でいろんな動物作ってプレゼントもしたりしてますので、ね、細かい技ありますよね、はい、僕もねクリスマスのファンタジー行った時にも、はい、こんなあんな広い場所なのに一箇所一箇所凝ってるところありますよねそうです、ね、そう大変でしょこのイベント準備すんの、もう始まってる。クリスマスファンタジーはまだですけど、はい、もうそれは打ち合わせは始まってまして、はい、だいたい作り込むのに2ヶ月半くらいかかりますね。やっぱり、うん、ちなみにこのチャタンドームのやつはもうすでに準備は始まってるんですか、はい、始まってます、はい、3日からだけど、だってまだ日にちありますよ ね昨日からもう搬入始まって作り込んでます。あ、はい、これあの、うん、大人が一人で行っても大丈夫なんですか。大丈夫ですよ、ね、大丈夫です。すみません、僕プレスのカードが欲しいんだけどじゃないと変な人絶対2人で来たり、やだこんな巨人みたいな、こんな巨人みたいな人手をつないで仲良く、お前中でビールも売ってんですか。あ、なら来ます、彼女。この飲食コーナーはチャタンドームの外でやっていて、はい、そっちで買ったものをこのドームの中持っていくことは禁止なんですか。ドームの中ではちょっと飲食は無理なんですけど、そうだよ、だって子供プールで泳いでるなんか焼きそばが泳いだら困るでしょうよ、だって何それ。じゃあ食べるところとスペースはちゃんと分けてるよって、はい、あでもいい、困るさ、雪の中にいろんな、あと酒飲んだよ、さ酒のビールのかなんか割れちゃったりとかさ、そうだね、そんなのがあっても困るさ。そうだよ、やっぱりそうだ、ね、でもビールは売ってますよ。売ってます、はい、行こうか、行った方がいい、一枚もらいなさい、アイスクリームも売ってますよ、ちゃんと取材ということでね。でもちなみに僕は食べ物ばっかり聞いてごめんなさい、はい、一箇所、何、小さいパーラーが1個あるだけ、食べるとこ結構出してる。パーラーはパーラー1軒だけですけど大きいです。大きい、はい、大きいです。あ、じゃあ別にそれで メニュー豊富です、だって並んで食べられないとかそんなのは大丈夫。いえ、ないです、大丈夫ですよ。おー、はい、だから1日、ちなみにここだけの話なんですけど、はい、降雪症で使う雪、はい、あれはミネラルを使ってるんですよ。え、じゃあ食べても大丈夫。あの雪をカップに溜めて、はい、シロップかけたらかき氷。そうですよね。わ、そんな上等なの使ってる。そうです、はい。あ、そうか、子供が口にしちゃうかもしれないから、子供が口にしても大丈夫なようにミネラルを使って雪を降らせてます。すごい、すごいね。っていうかさ、掘れば掘るほどネタまだ持ってるんじゃないですか何が僕は5分10分しか喋れないとか言って、はい、知念さん全然違うじゃないですかね。この初登場の青まみれランドはもう僕も楽しみなんですよ。あ、確かに、プールサイドどれぐらい青まみれにしてやろうか、はい、
知念さんもなるってことよ。そうです ね, ねまみれるのよ一緒に皆さん、水着でいらしてください。あ、水着がいいってこと。いやいや、水着を持参してください。水着で来るとちょっと危ないですからね。はい、そうですねですよ。あ、そうかそうか、プールもあるからね。はい、まあ大人の方でも十分楽しめるし、楽しめます。で、子供がね、楽しんで喜んで帰るっていうのはすごくいいことですからね。ぜひ、はい、大人もふわふわの中に入れます。はい、小さい子供用のふわふわ以外大きいのもあるんですけど、その大きいのには大人も保護者として一緒に子供さんと遊べるの。これあんまりないですね。ふわふわって大体子供しか入れないから。大人も入れます。うむらさんも入れるから、はい、違う、潰れる。ダメだよ、後で弁償したら高い。あれはやばいやばいやばい。ということで、喋ってる間に時の経つのは早いもの、結局喋りきっちゃったじゃないですか。ということで、今日はですね、ダブルゲストということで、はい、前半が、東南植物楽園さん午後ゴールデンウィークということで、今日から始まって8日までということで、ヤプールやなんかがあるこちら、このイベントということで、マーケティング部の島袋さんに来ていただいて、そして後半すごい引き出しがいっぱいありますね。こちら、本当は池宮庄司さんということで、そうですね、ね、はい、もう毎年これ茶壇にある業者さんですからね、地元ですからと、はい、いうことで、今日は、アドベンチャーワールド第13回ということで、はい、こちらの告知に来ていただきました。プレゼントもありますので、はい、これは FM 二内さんの方にお電話いただきたいと思います。はい、ということで、あっという間に過ぎてしまいました。はい、南大丈夫？大丈夫よ。結構喋ってた、いい感じだよ。いい感じです、ね、飲んでたからよかったのかもしれない。そう、ということで、はい、読みます最後。はい、はい、沖縄観光情報オムリンと南の野菜屋さんアンテナ。この番組はチネマングループ、沖縄フードディスカウントサービス、ABC レンタカー、空港パーキング、旅行センター、日本そばダイニング上昇釜でおなじみ、株式会社 ABC サービスのご協賛、ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブック屋さんを発行しております、株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました。それでは皆様、充実したゴールデンウィークを。See you next week! バイバイ!